はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はギレンの野望ジョンの系譜ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですねドムの開発をようやく完了してホワイトベースの追撃を行っていたランバラルからドムの補給要請があったものについてはドムを送るというね原作とは違った展開にシナリオの方を進めていくことができています。今回はねその続きになりますが、まずはマドラス基地攻略に向けて軍を進軍させていきつつドームそして、ハワイ攻略のためのズゴックこれらのね量産をしていきたいと思います。開発については、この後ビッグドーム開発するためにですね資金と資源と使っていきたいと思います。では早速ね続きをプレイしていきましょう。マドラス基地攻略を優先すると言いつつもですね、まあ、やっぱりあの周辺の地域も制圧してですねお金と資源と生産力と国力の底上げは必要な状態にはなってますのでそこはねしっかりやっていきましょう。新兵器の開発プラン確認していきましょう。リックドームが開発できるようになればもう即時リックドームを量産していきたいので早速リックドームを開発しましょう。あとはシャア専用のズゴックですね。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。さあランバラル隊より緊急の連絡確認していきましょう。我々ランバラル隊はついに連邦の白いモビルスーツの撃破に成功し木馬と2機のモビルスーツの奪取に成功しました。しかし残念なことに木馬の乗組員たちを捕虜にすることはできず結局 V 作戦の秘密は分からずじまいです。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。ホワイトベースを手に入れたというのはむちゃくちゃ大きいですね。現状をまあ、戦艦らしい戦艦というのは持っていないのでこのホワイトベースが、まあ、唯一無二のものと言っていいと思うのでこれはね有効活用、させていただきたいと思います。ではマドラス攻略戦始めていきましょう。マドラス基地攻略作戦発動です。目標はインド東部マドラス基地だ。各員の一層の努力を期待する。これで侵入できるようになりましたのでインド北部からマドラス基地方面に全軍を出していきましょう。ランバラル隊も戻ってきてますのでね、ランバラルについてはこの後ランバラル専用のドームに登場してもらえればいいかなと思います。ハワイ攻略のためにキャリフォルニアベースではズゴックの生産を量産として行っていきます。でこのターンではキリマンジャロ基地でドームをそれなりに生産して3連星も配備したのでアフリカ東部ここのね、まあ、奪還戦これもしっかり行っていきたいと思います。戦闘を再開します。ではまずマドラス基地攻略から行っていきましょう。敵エリアに侵入しました。ガンダムタイプが出ましたね。攻略戦を開始します。ガンキャノンガンタンクもいると思っといて良さそうだな。敵の数は決して多くはないですね。では進軍していきます。連邦軍はドームも戦線に投入してきているような気配があります。まあ、なのでドムとの戦いということになりますかね。ジムバーサスドムと。ここはガルマのグフですね。今ガルマはグフに乗ってもらってます。ギレン閣 V 作戦の報告書確認していきます。我々が木馬と呼んでいる新型戦艦の正式名称がペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースであることが判明しました。この船は大気圏突入、離脱能力及びミノフスキークラフトの応用と思われる大気圏内飛行能力を有しております。ホワイトベースのモビルスーツ部隊にはタイプの異なる3機のモビルスーツの配備が確認されています。
我々が白いモビルスーツと呼んでいるのがガンダムです。この機体は高出力のビームライフル、ビームサーベルを装備し、シールドと装甲はザクマシンガンの砲弾を全く受け付けません。さらに対モビルスーツ戦においても高い格闘能力を見せています。両肩にキャノン砲を装備している赤い機体がガンキャノン、一見戦車のように見える機体がガンタンクです。この2体は中長距離での砲撃支援を主体とし、非常に高い火力を有しています。はい、V 作戦に関する詳細情報の報告でした。そしてこのホワイトベース隊による実戦データの収集が V 作戦の正体であり、これに並行して連邦のモビルスーツは既に量産化されつつあるということです。ジムが先制に投入されているのも確認しましたからね。ここからどんどんジムが戦線に拡充されてくると思われます。まあ、ジムが出てくるとね、ザクの陸戦型だとちょっと歯が立たないのかなという懸念も出てくるので、まあ、うまくですね、ジムが配備する前にできるだけ多くの拠点を抑えていくというのを、ね、心がけていきたいというふうに思います。で、 V 作戦の詳細情報入ってきたので、ここからオデッサ作戦、いわゆる連邦軍の反攻作戦が始まってくると思われますので、オデッサでドムを何機か生産しておきたいと思います。で、もしね、オデッサ作戦が発動された際にはそのドームで迎撃するという体制を取っていきましょう。マドラス基地攻略戦ですけども、キシリア少将も到着して、ここからいよいよね、一気にマドラス基地を畳みかけにかかるというフェーズに入ってきました。まだマドラス基地攻略部隊にドムはね、十分に配備されていないところではありますが、ここはね、今ちょうど画面に映ったガルマであり、シャアでありという、ね、エースパイロットに任せてゴリ押しをしていきます。戦闘を開始します。このマドラス基地攻略戦に参加しているドムは、今のアコースと、あとクランプ、ランバラル隊のクランプですね、がドムに乗っているという状態です。敵も増援が少し出てきて14部隊に増えてますね。こちらもキシリア少将増援で入ってきてくれてますので、なんとかね、うまい具合に敵を倒していきましょう。ジムは陸戦ジムでしたね。今チラッとだけ切りましたけど、この陸戦ジムが相手ということであればね、しっかりシャア、ドム使っていきましょう。ヤマノはやっぱりあの RX シリーズですね。ガンダムもそうなんですけど、ガンタンク、ガンキャノンも一回倒してもその後ね、コアファイターという形で再び生まれてくるので、ちょっとそれが本当にね、厄介極まりない仕様にはなってますね。ここに来るのはザクマリンタイプですね。これ敵が持ってるな。おそらくなんですが、適正技術、つまり連邦でいうところのジオン側の技術で技術供与を受けて、新しく手に入れた機体という位置づけになっているのかなと思います。敵がね、ここにザクマリンタイプ持ってますからね。ただザクマリンタイプは、使う価値がないほどに、言ってみれば底辺機体なので、僕は実戦には配備していないですね。私が焦っているだと、ズゴックをどんどん前線に出していこうと量産しているところになりますので、ズゴックの主な量産基地になっているカリフォルニアベース、ここでズゴックの数だと陸戦ザクと土台ですね、これの数が揃ったらですね、ハワイ攻略を行っていこうかなというふうに思っています。シャアがちょっとエネルギー不足、物資不足になってきているので、この補給ライン上で物資を回復しながら進軍していきましょうか。マドラス基地まで取れば残り連邦軍の、拠点の数だいぶ減ってくると思うので、
まあ、ここで収入に関しては初めて逆転ができる、そういうね、分岐点になるというところになるかなと思ってますので、まずはこのねマドラス基地をスムーズにドム、シャー、ガルマを使って攻略していきます。報告します。戦いの長期化によって前線の兵士たちの士気は低下しています。総帥の著書有生人類生存説の続編を発表してはいかがでしょうか。さあ、特別作戦に今のがノミネートされたと思うのでコスト2000かかりますが、早速ギレンの演説を行いましょう。はい、続有生人類生存説を発表します。旧ジオン派の反感を招く可能性もありますが、総帥のお考えを知ることでジオン国民の士気は高まるはずです。さあ出ましたね、名台詞が。これはですね、ランバラルが専用のドムに乗っているという戦闘シーンになりますので、せっかくなんでちょっと見ましょう。ドムとランバラル専用ドムとズゴクっていう、なんかちょっと異色の組み合わせではありましたが、ランバラルが専用ドムに乗ったことによってね、能力を 200% 発揮してくれると。なぜ？ここはヤザンがガンタンクに乗ってるっていう、これもまた異色ですね。なんかヤザンはどっちかっていうとね、速いハイスピード戦闘をいつも行ってるようなイメージ、まあ、特にハンブラビのイメージが強いので、イメージとしてガンタンクに乗ってるイメージはあまりないですよね。ヤザンもゼータガンダムではね、もうかなりのヒール役というか、すごいオールドタイプとして描かれてましたけど、ダブルゼータになってからなんか急にね、扱われ方が雑になったというか、ギャグキャラっぽい感じになってしまったのが、まあ、いいのか悪いのか、まあ、人それぞれだとは思うんですけど、僕としてはやっぱヤザンはね、凶悪な感じで、もうちょっといてほしかったなーなんていうね、個人的な、まあ、印象というかね、思いはあるんですけど、まあ、そのヤザンがここではガンタンクに乗ってるっていうね、これまた異色の内容でした。ではマドラス基地ですね、残りの数多くはないんですけども、敵が海上に退避しているような様子もあるので、まあ、ズゴックとあとはまあ土台を使った陸戦型ザクでうまく対処をしていきましょうか。ディアネさん、僕の戦いぶりをご覧になってください。僕の実力が分かっていただけると思いますよ。まあそう生きり立つな、こう焦っては実力を出すことはできない。このマドラス基地攻略に際してはキシリアもね降りてきてますからね、ようやくねマドラス基地の防衛部隊も、南の方に追い詰めてきました。ガンタンクから飛び出したコアファイターに乗ったヤザも撃破して、なぜだ、マドラス基地攻略完了になります。報告します。これでユーラシア大陸は全部平らげましたね。敵特別エリアの制圧に成功しました。続有生人類生存説の評判は上々です。国民の戦意は回復し、兵士たちの士気は高まっています。しかしこの説の発表によって旧ジオン派の活動が活発化しています。これ何をするんだろうな。手を打たなければなりません。まあ、いわゆる本当にあのジオンの、ニュータイプ論に感銘を受けた人たち、まあ、それをおそらく旧ジオン派というふうに呼んでるんだと思うんですけども、まあ、具体的にはね、ラル一派の残党とかがそれに当たるのかなと思うんですけども、まあ、彼らを弾圧するのかしないのかというところですね。ここはもうジオン公国の総帥になって権力を一身に集めている以上、変に刺激するのはやめましょう。確かにいたずらに旧ジオン派を刺激するのは得策ではありません。彼らの行動を監視するだけにとどめておきます。
回路の確保によってオーストラリア大陸南東部に位置するトリントン基地を攻略することが可能です、はい、トリントン攻略作戦を提案します。このトリントン攻略作戦にあたってはその前にハワイの攻略も行っていきましょう。この新兵器開発完了はリックドムですね。なので宇宙のモビルスーツも、まあ未だにザクワンを運用してたりするので、これをリックドムへとマイグレーション進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回はですねハワイ攻略とトリントン基地攻略、これを2つ進めていきたいというふうに思います。